壁の向こうには海があるとアルミンが言った。海の向こうには俺は何があると思ってたんだろう。ここを突破されちゃ元も子もないんだな。反撃の糧になったんですよね。この小さな世界は変わろうとしている。希望か絶望か。壁外はそんなに悪いところじゃない。美しい。この世界の状況が変わったとき、もう心底嫌になったんだ。死ぬのが怖い。何とかして助かりたいって。なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは分かりません。アッカーマン家は王政に恨まれてはおらん。ただ恐れられておるか。世界はどうやら広いらしいと知った日はそりゃ深く傷ついたもんだ。しかし一緒に暮らしていてそれしか切り裂きケニーの情報がないって。いやリヴァイ、大きくなったか。人類が一人以下なら人同士の争いは不可能になります。人同士の殺し合いほど愚かな話はない。ノリオリは生き残る人類の数を尊重しておる。静かに。それでお前、手を汚す覚悟の方はどうだ。花を殺した人にきっと優しい人だったんだろう。僕なんかよりずっと人間らしい人だ。僕はすぐに引きが引けたアルミン、お前の手はもう汚れちまったんだ。以前の前には戻れねえ。綺麗なまんまで今ここにジャンはいないだろ。お前が手を汚してくれたおかげで俺たちは仲間を人を泣くさせに済んだ。ありがとう。